はい、どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、タウンホール6、一番萎える時なんですよ。萎える、もう元気がなくなるという意味ですけれども、一番ですね、やる気が起きなくなるという時期なんですよ。タウンホール6っていうのはですね、薄い紫カビにできるんですね。確か薄い紫カビにできて、そして邪碑が使えるようになる、まあ、要するにヒーラーを生産することが可能になると。ですね、そしてやっぱりタウンホール6で今から言うことはですね、タウンホール6で萎えてる方に言いますので、萎えてない方はですね、もう再生停止しちゃってください。萎えてる方にですね、タウンホール6の主な攻め方としては邪碑なんですよ。ジャイアントをつけても他の動画で紹介しているので、まあ、邪碑というね、タイトルを見つけてクリックしていただけたらなと思います。邪碑でジャイアントを前にして後ろからヒーラーでどんどん回復していくという攻め方が非常に主流なので、そちらをやるのが一般的ですね。攻め方はやっぱそれをやっていくと本当に、自分今までですね、自分がもう遭遇しなかったその未知の感覚といいますか、自分でそのなんつうんでしょう、強いユニットを操って自分で戦ってるっていう感じが結構出るので、攻めに関してはタウンホール6非常に楽しいですね。そして、タウンホール6でやっぱ狙いたいのがトロフィー数1250による、エメラルドが450個もらえる。やっぱり学生とかの方はですね、まあ働けないので、私も学生ですけど、エメラルドが非常に重要と。そういうことで無課金でやっていきたいという方はトロフィー数をですね1250にしていただくと、ですね、このチャレンジコンプリート達成項目でですね、エメラルドが450個もらえるという項目がありますので、そちらをぜひ狙って大工を3人にしていただきたいですね。大工を3人にすると非常に周りが良くなります。はい、なのでもうタウンホールじゃなくてそのトロフィー数を上げて、まあ防衛面でも非常に強化されるので、トロフィー数1250は結構すぐ行くと思います。なので大工3人にするというまず目標を立てましょう。そして、ジャイヒーというですね攻め方をして、やっぱりタウンホール7になるとドラゴンが使えるようになるんですよ。クラン戦であったりとか、そういうところで、ドラゴンラッシュをすることでですね、相当呪文本当に強くなると思いますよ、ドラッシュ。そしてレイジというですね、まあ、呪文が、生産できるようになるんですよ。こちら何かっていうと、範囲内のモンスターが威力上がってさらに攻撃速度も上がる、まあ、要するに移動速度が上がるんですね。もうレイジの呪文がすごい強いので、もう呪文もうドラッシュで必須なんですよね。レイジっていうのは結構ジャイヒーでもすごい使えるのが、タウンホール7でレイジという呪文が使えます。はい、やっぱりですね、濃い紫壁にするのって7万5千ん違います薄い紫壁にするのって、7万5千円かかってしまうんですよね。金壁にするにはまだ3万で、まあ3万ならやるかっていう感じでやるんですよ。しかしながら薄い紫壁の7万5千は10個上げるだけでもう金庫のですね、もう最大値じゃんみたいな、そういう感じになっちゃう人が結構多いんですよ。てかみんなそうなんですよ。それを乗り切るとすごい楽しいです。あのですね、タウンホール、私何回も言ってるんですけど、タウンホール7が非常に面白い。7が本当に一番面白い時期なんですよ。もう何回も他の動画で言ってるんですけども、私名言残してます。クラッシュオブクランはタウンホール7からがクラッシュオブクランだというですね、私名言を残していますので、はい、もうそれぐらいタウンホール6の方はですね、ぜひ頑張っていただきたいですね。一番楽しいところのちょっと手前なんで、ちょっと萎える時なんですけれども、頑張っていただきたいと思います。私も萎えまくり、引きずり、まあ今の形になってますけども、クラッシュオブクランは萎え期が3回来ると言われております。まあその話をすると非常に長くなるので、今回はこの動画にしておきたいと思います。非常にタウンホール7からが楽しいので、タウンホール5とか6で、もう萎えちゃってる方はぜひ頑張って壁を上げましょう。ご視聴ありがとうございました。